おはようございます。たまです。とが犬の地、やっていきましょう。はい。前回ですね、ケイスケくんのね、ルートを終わらせまして、それでね、一つスチルが出てなかったんですよ。で、私、その時はバッドエンドのね、スチルだと思っていたんですが、このバッドエンドをね、見た後そのスチルは出なかったんですよ。で、オープニング映像でね、ケイスケくんがね、血を流しながらアキラさんがわーってなってるようなスチルが出るので、あのスチルはあるんだろうけれど、ケイスケくんのルートじゃないところからね、出るスチルなのかなということで、バッドエンドね、あのスチルは出ませんでした。そしてですね、ケイスケくんのバッドエンドを見ましたよ。見ましたが、ここね、お前が上に立ってるから言えるセリフなんだよって言ってね、ここでですね、ケイスケくんを一回クリアするとこの選択肢が出たんですよ。これね。で、普通にケイスケくんルートをね、最初やった時、一回クリアしたからじゃなくて、ケイスケくんをちょっと冷たくした選択肢を取って、何個か選択肢をね、わざと外して、ここに来たのかな。そしたらこれが出たのかな。そうだそうだ。そうでした。それで、このわからないっていうのをね、押すとですね、ものすごい怖いバッドエンドが出ました。正直私ね、見たくない。だから、どうしよっかなーって、一回ね、自分でね、プレイしてこんなもんかなーっていう感じでね、見てから、やろうと思ったんですがね、このねー、バッドエンドね、お見せするかどうかね、ちょっと悩んでます。まあ、やります。私がね、二回目見たくないなって思っちゃったんですよね。わからない。けど、お前だって俺の気持ちはわからないはずだ。どれだけ長い時を過ごしても、他人は他人でしかない。気持ちを分かり合うことなんてない。はい。アキラさんがね、コミュ障を貫き通すんですよね。これちょっと笑っちゃったんですけど。そうなんですよね。そしたらね、ケイスケくんがブチ切れちゃうの。前回、ラブラブエンドの時にね、私、アキラくんとケイスケくんは両方不器用で、合わないってね、言ってたんですよ。結構ね、最初の頃ね。そしたら、両方不器用ってことが、なんかリュックをね、なくしたなくさないみたいな会話の時に、二人とも、なんかもうリュックどうでもよくなっちゃって、両方リュックをどっかにやっちゃったって言ったところで、こうなんか二人がさ、似た者同士だな、みたいなところで、ちょっとほっこりするみたいな、丸く収める風な、やりとりがあったんで、ああ、なるほどって、二人とも不器用だけど、こう似た者同士なんだっていう方に、着地するんだって、私それはね、なんかすごい、あ、こういう感じで着地するんだ、二人ともだって合わないじゃんって私思ってたんで。で、今回は、アキラさんね、もう分かり合うことなんてないとね、言い切っちゃいましたよ。怖いよ。ほら、怒ったよ。もう表情が抜け落ちちゃうんよ。もう怖い、怖い。ね、何も映さない真っ黒な。だからなんかね、やっぱりね、まだ言うけど、このね、ケイスケくんね、の絶望を分かってほしい気持ちがあって暴れてる感じがしちゃうんですよね。そのケイスケくん、本当は分かってほしいから暴れてるのに、ケイスケくんがその気持ちをね、闇ケイスケくんになっちゃった気持ちをね、ほんとね、見つめてほしかったんですよね。そんでね、反省したりとかしてほしかったんだよね。このね。だけどそれは、プレイヤーは、
共感できなくはないんですよ。さてこうね、若い頃、思春期頃って周りと比べてね、自分が劣等感を覚えてみたいなのってね、だからそこをね、なかったかのようにね、覚えてないからさってなってんのはね、ちょっとなんかね、この闇圭介くんね、まあ、魅力的ではあるんですよね。はい、怒るよ。怖いよ。怖いよ。もうね、ここに傷ついてる感じが入ってるっていうか。そりゃそうだよな。ほら、他人だ、他人だから何考えてるかなんて知ったこっちゃないよな。俺もほら、お前のことなんかどうでもいいよ、アキラ。だから、だからせめてさ。怖いよ。ほら、わあわあ。お前。さらにね、手に入れてるんですよ。もうね。せめてさ、もっと俺を楽しませてくれないかな。他人だけどさ。ね、傷ついてるんですよね。ちょっとぐらいは。俺の気持ちも考えてよ。うん、傷ついてるから、傷ついたことをね、こう認めて、もっとね、アキラさんにね、このケイスケ君は言ってるんですよね、傷ついてる俺って感じでね。だけど戻ったケイスケ君ってね、アキラの役に立ちたかったからとか、悲しかったみたいな、悔しかったとかは言うんだけど、傷ついたんだってとこはね、アキラさんに意外とぶつけてないんだよね。ね、ものすごい傷ついてるんだけど。わあ、ごくごく飲んでるよ。あれかな、こうラインって何味なんだろうね。あとなんか瓶ってコスパ悪い気がするんだけど、瓶なんだね、出荷するのにね、コスパが悪いなって。ゆっくり可愛がってやるよ、アキラ。わあ、アキラっていうね、この何回聞いたでしょって感じなんだけど。これ見覚えないか。思い出したが、あの青髪のやつのだよ。かわいそうだよ。結構使いやすいんだよな。もう何人ぐらいやったかな、これで。俺がやったんだよ。あいつの怯え切った顔、今でもはっきり思い出せる。やめろ！もっと睨めよ。俺を憎めよ、アキラ。俺を殺そうと思えよ。俺がお前を憎んでるぐらい、お前も俺を憎めよ。生ぬるい感情に左右されるな。俺さ、お前はもっとひどい殺し方しようと思ってるんだよ。どんな方法がいいかな。一緒に考えろよな、アキラ。
アキラ、早くこっちに来いよ。どうしたよ。殺すぞ。アキラ！お前をこの手で殺す日を待ってたよ。楽しくてしょうがないよ。ずーっ！こんなもんじゃないだろう、アキラ。もっともっとかかってこいよ。本気で俺を憎んで殺そうとしてみろよ。俺は お前と戦うつもりはない。なめてんじゃねえぞ。の野郎。あっ！捕まえたっと。怖いよ、怖いよ。何やってんだよ。もったいないだろ。やめろ！アキラの血さ、なんか舌がピリピリするんだけど。どうして。さあ、もっと遊んでいたいけど、そろそろおしまいにしなきゃな。効かないんですよね、血がね。
あれかな、めちゃめちゃラインを飲んだから効かないのかなって感じですかね。あー怖いよー、怖いよー、残酷だよー、飛ばしたいよー飛ばしたいよー、怖いよー、怖いよー。ねじょねじょよ、もう。最高だよ、アキラ。あったかい、綺麗だよ。アキラの中、こんなに綺麗だ。アキラ、愛してるよ。気重い、気重いよ。ここで愛してるよを出すんですよね。私ね、ケースケルートで愛してるよ出るかなって思ったんですよ。俺の下であがけもね、そうだったんでね、吉岡さんがね、愛してますって言葉は吉岡さんに言わせるために他のね人が好きだ愛してるだみたいな出さないっていう風にあえてしてるのかなって同じように思ってたんで、でもあのラブラブの方で愛してるっていうのかなって思ってたんですが、こっちでね愛してる入れてくるんですよね。ねえ、だからなんだろうな、闇落ちのっていうか音楽流れんのんかいって感じだねあのシーンってシーンってなってる。え、私 BGM の設定忘れてる？もしかして。ちょっと飛ばすね。飛ばせるかな。ん？ちょっと待ってね。あ、やっぱり BGM ね。BGM なかった。すいません。BGM ね、消してしまってた。よいしょ。申し訳ない。まあ、ちょっと戻りますね。こっちにしようかな。さっきのね、まあ、ちょっとケイスケ君のとこ見てよっか。ケイスケ君が、荒ぶるケイスケ君のところ。よいしょ。さっきの、あのシーンね、BGM 今ちょっと切っちゃってましたね。BGM ね、切ってたんで、BGM なしバージョンで、エンドロールで音が出ないからおかしいなと思った。なんでね、BGM を切ってたかと言いますとですね、前回のラブラブエンドの時に、さっき言いかけたことってってアキラが聞いたときに聞こえなかったのあるじゃないですか。なんか愛のあるコメントを言われて、だけど耳打ちされてね、聞こえなくて、だけどアキラ君にだけは聞こえてて、ちょっと恥ずかしくなってガンガラガラシャーンって言ってね、またひっくり返しちゃったっていうオチのところなんですけど、あそこね、攻略サイトさんをねちょっと見たらね、言ってるらしくて、それで、あの、BGM を全部消して、同じシーンを見たらね、つぶやいてる声が聞こえると。
いうので、それを一応確認してちょっとだけ私聞こうとしたんですよ。でちょっと聞こえたんですけど、あのね、可愛い可愛いなと思ってみたいなことを言いましたね。でそれをね、私あのパソコンの音量をマックスにしてなかったので、ちょっと聞こえたんですけど、はっきりとはね聞かなかったけど、まあなんか可愛いなみたいな。でその時に私、愛してるって実は言ってるのかなって思ってたら、そっちでは愛してるって言ってなくて、それで、あ、なんか可愛いなと思ってみたいなことを言うんです、可愛いみたいなことを言って、それであきらさんがちょっと恥ずかしくなってね、運んでたものをひっくり返しちゃう、またみたいなシーンなんですよ。それでバッドエンドのここで愛してるよって入れるんですよね。ねえ、そうなんですよ。はい。ね、ちょっとでもね、闇圭介くんの方が、圭介くんのね、そのあきらくんを好きな、なんか、思いがよりね、あるんですよね。だからね、そこ忘れちゃってるっていうのがね、忘れた感じで処理されてるのがちょっと惜しかったななんてね、前回と同じく、まあ、ちょっと言っちゃいました。はい、ですね、次、もう一つですね、バッドエンドがあります。はい。そっちもね、見ていこうと思います。それでは。はい。もう一つのバッドエンドをね、回収しようと思います。今度はちゃんとね、BGM ね、鳴らしました。音楽ね、さっきの圭介くんのバッドエンドのところね、音楽が消された状態だったんで無音。でもまあ、あれはあれでなんか、今ね、アルビトロ様かき鳴らしてるじゃないですか、音楽。あの無音は無音で、ある意味良かった気がする。怖かった。無音で見たんでね。はい。で、こっちはですね、圭介くんルートをクリアした後にね、アルビトロ様エンドが出るみたいで、それであのご飯をね用意してもらった時にね、このお腹がね空いてるから何も食べてない日がちょっと続いててね、意識とは裏腹に空っぽの胃が刺激されるっていうところでこの選択肢が出るんですよ。それでまあ、あの毒味ねさせますよみたいに言って、食べなさい食べなさいってアルビトロ様が言ってたのをね、毒味してくれるのをね信じてパンを手に取っちゃうの、取っちゃうね。はい、パパパパパンやーって手伸ばしちゃうのよ、お腹空いてたから。彼のパンの毒味だ。了解いたしました。失礼します。いかがかな？すべての料理を毒味させても構わないよ。さあ、召し上がれ。もう食べないのかね？十分だ。そうか。そんなことより、早く本題に入りたい。本題？ああ、お友達の話か。もう少し待っていただけるだろうか。そろそろだと思うのだが。失礼します。ご苦労。ちょうど良いタイミングだったな。
お望み通り本題に入れるようだ。まず先ほどの血液採取についてだが、君の思っていた通り私は嘘をついた。異例を詫びよう。まあ、あんなに見えすいていたら騙したうちには入らないと思うがね。実は少々調べさせてもらったんだよ、君の血液について。何のために？重ねて言うが、悪用のためではない。気になることがあったものでね。クラブでの騒ぎの件は知っているかな？ああ。あの騒ぎが起きた日、報告を受けて私も現場へ赴いていてね。奥の部屋を調べていた時、フロアで喧嘩が始まってしまったんだよ。一人はタケルという男だったかな。優勢だったはずの彼が突然苦しみだしてね。少々不自然に見えたものだから、遺体を回収がてら調べてみたんだよ。彼が先日亡くなったのは知っているかね？彼の血液から彼のものではない DNA が検出された。体内で異物と判断されて激しい拒否反応を起こしたようだ。彼の体内から検出された DNA、 誰のものだったと思う？アキラ、君のものと酷似しているんだよ。どういうことだ？君はクラブでタケルと戦った。違うかな？おそらく君の血液を何らかの形で摂取して拒否反応を起こしたというところだろうな。顔色が悪いな。悪い話をしているわけではない。続きを話そう。さっきの血液コレクターという話は嘘だが、昔似たような研究に携わっていたことがあってね。タケルはラインを服用していた。これも正しいかな？なるほど。君の血はどうやらライン服用者に作用するようだな。作用？ラインを中和するために働きかける。だが君の血が強すぎるのだろうな。拒否反応が起こると死に至らしめてしまうようだ。拒否反応を抑えてうまく使う方法はないのか？ないことはないだろうな。ただお友達のことを考えているようなら話は別だ。彼の話は私の耳にも当然入ってきている。
なかなか興味深い行動をとっていたようでね。ここしばらく部下に見張らせて観察していたんだよ。今まであれだけ副作用が強く出た人間はいなかった。個人差があると言っても微々たるものだったからな。タケルは平均値以内に収まっている。我々のリサーチの統計を覆すような真新しい部分は見られなかった。だが君のお友達は少々違うようだ。前例がない。君の血の作用がどれほど有効なのかは定かではないが、お友達に関しては何とも言えんな。ウイルスでいう亜種のようなものだ。まああくまで予測にしか過ぎない。もう少し調べることができれば何かわかるかもしれないが。正直なところ、私は君の血にとても興味を持っているんだ。ラインの中和作用、もしうまく使い道を発見することができれば様々な可能性が広がる。どうせ金儲けのためだろう。そうだな、もちろん金にもなるだろうな。それ以外に何かあるのか。あるさ。例えば私が君に対して抱いている個人的興味を満たすためなど。はい。足元ふらついたよ。聞いてきたかな。ねえ、それならね、あのご飯全部食べときゃよかったね。もりもりとね、おフランス料理的なものをね。部下たちには薬物の免疫を高める訓練を行わせているのでな。ちょっとやそっとの薬じゃどうということもない。ねえ、あのアキラさん、お薬とか効きやすいんだね。私は君が欲しいんだよ。君の血も君自身も。ワンワンが焼き餅焼いちゃいますよね、こんなのね。そうはルナ。やはり美しいな。彼を地下室へ運べ。丁重にな。はい。部下のはいっていうね。なんか部下のはいが可愛かった。はいって。わあ、お姫様抱っこだよこれ。なんかほら見えにくいけどさ、鎖にね輪っかが。恐ろしい部屋だよ。
ね。俺の下であがけのね、イキヤ様のあの10万エンドみたいな感じだけど、イキヤ様はなんだかんださ、ジューマさん可愛がってたから、アルビドロ様はね、なんか切り刻まれちゃうもんね。お目覚めのようだな。どういうつもりだ。なかなか良い部屋だろう。雰囲気が気に入っている。このね、手広げたアルビトロ様がね、なんか可愛くて好きなんですよ。さ、君は私のものだ。もうどこにも逃げられない。何を言ってる。言葉通りだな。猫のクジャクの羽でこちょこちょしてるよ。あれかな、あのケイスケ君のね、さっき見たバッドエンドはね、多分グロいスキルが PC 版ではあったんじゃないかと思うんですけど、こっちもね、下半身まであったのかななんてちょっと思いますね。アキラさんね、下半身が破れてるんで、ね、どうなんだろうね。このスキルはこのままかな。でクジャクの羽でちょこちょこ離せ。もっと暴れてごらん。やめろ、近寄るな。怯える顔も声も、また一段と美しいな。はい、アルビトロ様エンドでした。なんかアルビトロ様エンドでね、曲が出るみたいな、違う曲が。だからちょっと聞いてみようかな。BGM だけかな。
やっぱりちょっと歌がかかってます。そう、あのエマさんのね、声優さんとね、モトミンのね、声優さんとね、エマさんの声優さんは、あの近代一少年の事件簿で、あの怪盗紳士の声優さんなんですね。私、あの近代一少年にすぐ例えちゃうんだけど、あ、怪盗紳士の人かってね、私思って。それで、あのモトミンの声優さんはね、魔剣の森殺人事件の犬飼っていう子の声を担当してたみたいなんですよ。で、私ね、魔剣の森殺人事件も結構印象に残っている事件なのに、で、犬飼くんが犯人も結構衝撃なのねあの事件はね、ネタバレしまくってるけどね、あのはじめちゃんのね、お友達っていうか、あのね、クラスメートじゃないの、クラスメートではなかったの、なんかまあ、でも学校の子だからね。で、結構印象に残ってるのに、喋ってるイメージがね、ないんですよね。めっちゃ確認したかったんですけど。そう、元民のね、声優さん。私の新しい曲は、あの魔法少女俺のね、心ちゃんなんですけど、それはあの同じおじさんの声なんで、声同じ声でねやってるんで、その高校生の役やってたってきっとこう可愛いっていうか、ほら若い声作ってるっていうか、当時は若かったと思うので、声がね違ったのかななんてね、ちょっと気になっちゃいました。ここで全然ね、アルビトロ様ね、あのアルビトロ様は好きだけど、やっぱりシナリオがうっすらしてるんでね、アルビトロ様をね擦りようがないわって。まあいいや、この曲聴いたからちょっと飛ばしますね。よいしょ、はい、飛ばそう。あ、これもこういう感じでセーブしなきゃダメなのね。システムデータがね、ないんだよね。はい、ちょっとまたこっちにしましょう。はい、ここね、アルビトロ様ハマりましたね。ここね、あ、ここは前からあったか。で、この2つなんだろうね、またね、他のルートで出てくるのかな。はい、次ですね。彼をね、やっていこうと思います。リン君をクリアしたときにね、選択肢はね、出たんですよね。だから、あの、気づいてたんですが、はい、次、彼をやっていきましょう。あのね、PC 版はね、エッジシーンがあったと思うんですよ。だから、その、このゲームね、ちょっとほら、ボリュームが薄く感じたって私言って、言ってたんですけど、多分エッジシーンが入ってたら、そのエッジシーンをね、結構あの、なんだろう、テキストがね、エッジシーンも描写しようとしたら、スチルが変化したりとかして、こう、描写が長くなると思うので、入ってたらね、そんなになんか、ボリューム薄く実は感じなかったんじゃないかってね、前もそんなことをね、そんでそれを集めていく楽しさみたいなものがあるから、まあ、あの、ないとやっぱりストーリー重視で見ちゃうから、ちょっとこう短く感じるとかね、あの、もっと気持ちを追ってほしいと思っちゃうんですよ。で、この四季さんもですね、あきらくんとね、恋愛になるのって私言ってたんですけど、エッチシーンってね、恋愛描写がなくても、まあ、今のアルビトロ様と同じで、性癖だったりとか性欲だったりとか、そういうのだけでエッチシーンって描写ができるんですよね、物語の中にね。恋愛感情がなくったってエッチシーンっていうのは描写ができるんですよ。で、それをプレイとして見て楽しむっていうので成立させることができるんですよね。だから、まあ、
四季さんとかみたいなキャラクターがもしかしたら、まあ、わかんないけど、なんか、ド S だったりとか、なんか、性癖がね、あれば、アキラさんとそこまで心の交流がなくても、アルビトロ様みたいに、なんか、タイプだったり、美しかったりとかね、そういうので、こう、タイプだったら、その性癖を表現するのにね、できるんですよ。で、そういうキャラがもしいるとしたら、そこが PS2 では表現できないから、全カットになった場合、恋愛感情がね、ちゃんと育まれていないキャラだったら、カットされちゃったらね、ルートとして成立しなくなると思うんで、だから、四季さんも一応は、あれかな、恋愛感情をね、見せてくるのかなってちょっとね、どんな感じだろうってね、思ってたりします。逆に、ゆきひとさんは、PS2 版の追加、言えてない、追加キャラなんで、エッチシーンを最初から用意する必要がないキャラクターだと思うんですよね。PC 版がなかったから。だから、その、シナリオ部分だけでね、見せていけばいいから、やった感はないから、きっと、それを期待してプレイして、した人は、ピオタンの厚彦さんのルートの時みたいにね、匂わせがないから、体の関係が出来上がった匂わせが PS2 から追加されたキャラだから、わざわざ作る必要がないので、そこが物足りないと思われる感じで、ゆきひとさんもそんな感じで物足りないって言われてんのかなと思ってるんですよ。で、四季さんはね、もしかしたらね、こう、プレイ重視なキャラクターだったとしたらね、そこごっそり抜かれた時に、この人と心の交流ってもうあるんだろうかってね、ちょっと思ってるんですよね。その辺ね、まあ、次の動画で見ていきましょう。それでは今回は胸クソ2本立てということで、バッドエンド2本でね、終わろうと思います。おやすみなさい。タマでした。